アメリカとイランの緊張状態が続く中、河野防衛大臣は先ほど海上自衛隊に中東への派遣命令を出しました。中東地域の平和と安定は我が国を含む国際社会の平和と安定にとって極めて重要です。また世界における主要なエネルギーの供給源である中東地域において日本関係船舶の航行の安全を確保することは非常に重要です。特に日本は原油輸入の約9割を中東地域に依存しているということを忘れてはなりません。今般の政府の取り組みはこのような地域における日本関係船舶の安全の確保のために行うものであり、自衛隊による情報収集活動はこうした大きな意義を有するものだと思います。昨年12月27日の閣議決定以来、防衛省自衛隊において派遣に向けた準備を全省を挙げて取り組んでまいりました。本日の防衛会議においては改めて派遣に向けた準備が整いつつあることをしっかりと確認をした上で、今まさに中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の実施を命じたところであります。私自身昨日実業演習を視察し、隊員諸君が今回の任務の重要性を理解し、士気高く真剣に取り組んでくれていることを目の当たりにし、頼もしく感じました。派遣される隊員諸君が誇りを持って不安なく任務に邁進できるようにすることが大臣としての私の務めだと考えております。家族への万全のサポートを含め、部隊がしっかりと活動できるよう防衛省自衛隊が一体となって取り組んでいく必要があります。関係省庁とも連携し、現地情勢の的確な把握に努めながら、関係部局が一致協力して万全を期していただきたいと思います。よろしくお願いします。これを受け、明日 P3C 哨戒機2機が沖縄県の那覇基地を出発し、アフリカのジブチからオマーン湾を中心とした中東地域の情報収集にあたる予定です。護衛艦高波は来月上旬にも神奈川県の横須賀基地を出発する予定です。ただし任務は情報収集に限られるため、日本の船が攻撃を受けても武器を使って守ることはできません。不測の事態の場合には海上警備行動を発令して必要な武器を使って守ることを検討しています。